患者本人であることを確認し、目的を説明し、同意を得ます。採尿用コップを手渡し、採尿方法を説明します。この映像では尿器を使用しています。患者から採尿終了の報告を受けたら、手指消毒をし、使い捨て手袋を装着して、患者から採尿コップを受け取ります。